十字架を担うキリストは、現在ルーブル美術館にある、ロレンツオロットによる1526年の絵画である。ラウル、ロータス、1526と、右下の十字架の部分に署名と制作年が、記されている。絵画は、画家のベネツヤ滞在で受けた、かつての死であり仲間であった、チーマダコネ、リアーノやジョルジョーネの影響を示している。クローズアップの構図は、 ベネツヤ派の同主題の作品と類似している。シンクの衣服とウバラの冠はキリストの受難の象徴である。キリストの穏やかで色白の顔は兵士たちの陰鬱で暗色の顔と対象をなしている。キリストの方を伝う涙は触覚的に描写されている。資料はベネツヤのコレクションにあったロットによるこの主題に関する二つの作品に触れている。 これらのうちの一点は、ベルガモ生まれの貴族、ヤコポピゲッティの家にあったもので、おそらく現在ルーブル美術館にある作品である。ローマに移された後、フランスで売却され、1982年にルーブル美術館に収蔵された。ロバータ・ディ・アダー、ロット、スキラ、ミラの 2004AB ルーブル美術館収蔵絵画の、すべて2011年発行、90行。 参照 ISBN 978から4から7993104892021年6月28日閲覧。カルロピラーバのロットエレクトミラノ 2002ISBN 8843575503。ありがとうございます。